い、どうもだらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、 OMG コイン、 IOST、NEM、パレットトークンの方をやっていきたいと思います。今日はですね、まあ、全体的にまあプラスではあるんですけども、どちらかというとですね、チャート的にはこうやってね結構調整に入っていて、まあ直近でね結構上げてたので、その分のプラスがの余波がまあ残ってるって感じで、まあ、どちらかというと今下げてきているとい いう状態です。ここからまたねマイナスになる可能性あるかなというふうに思いますので、まあ、そこも含めて、やっていきたいと思いますけども、まずは記事からですね。コインポストの記事です。はい、最悪好転目前の、ビットコイン、来週も気の抜けない1週間となるかという記事です。ビットコインは先週から日足で10連続の陽線を記録し、ここですね、この日足が10連続陽線を記録したというのは、確かですね、僕の記憶では、2013年とか4年ぐらいからないんですよね、おそらく。ですので今かなりね強いね上昇が来ているというのは間違いないというところです。31日になって価格は450万を突破した。アマゾンのビットコイン決済、導入計画は否定されたものの、マイクロステラテジー社が、ビットコイン投資を継続すると発言するなど、ポジティブなニュースが出ているということです。で、各種の指標のね、暴落率っていうところがありますけども、ビットコインとイーサリアムは結構こうプラスに転じているけれども、日経とかダウとかですね、まあ、そういったところは結構マイナスにこうやって転じてきている。月足で見ても同じ、こういう感じでね、どっちかというと、まあ、ビットコイン仮想通貨の方は今プラスに転じてきているというふうな指標がこうやってね出てきておりますと。でこうやってこう下の方に行くとですね、今週のビットコインの、対円相場は上昇基調を保ち、7月30日正午時点で440万円周辺での推移となっている。週明けにアマゾンが年内にビットコイン決済の導入を検討しているという匿名の内部情報を受けて、相場は380万から430万まで、一段高を演じたが、これをアマゾンが否定したことで反落ということですね。でここにねファンダの、まあ、詳細といいますか、まあ、どこでファンダが出てどういう風な値動きをしたよっていうところがここ書いてあります。でこれちょっと画面では見にくいと思いますので、ちょっと説明すると、まずここですね。はい、ここで、Amazon の、ビットコイン決済年内導入検討っていう内部情報の記事が出ました。そこからですね急にここまでねガーンと上げてきましたと。こんだけのねすごい上昇があって、でまあ、横横した後またもう一段階上げたところでですね、Amazon が BTC 決算導入を否定したんですね。でここで一旦落ちたんですけども、まあ、約半値戻しぐらいで下げ止まったんですね。なんとか下げ止まって、ここでですね、またねファンダとして CZ、各国の、規制当局に寄り添う姿勢を示すっていう、まあ、高ファンダが出た。で、まあ、上昇に向かって、一旦落ちてくるんですけど、落ちてきたところで、アルファベット、アップル、マイクロソフトが、高決算、株の上昇に連れ高っていうところで、まあ、結構ね、好調な、まあ、なんていうんですかね、まあ、黒字化しているっていうところで、結構高ファンダが出たと。まあ、これはね、仮想通貨に、まあ、あんまりね、こう、まあ、気にしているかというと、それはね、まあ、ちょっとわかりませんけども、まあ、全体的な相場としてはね、底上げにはなったんじゃないかなというふうに言われているというところです。はい。で、4.1 万ドル周辺がレジスタンスラインになっていて、ここでね、一旦売り叩かれるが、その後、FOMC のパウエル議長が目標達成までまだ距離があるっていうふうに言ったことを受けてですね、いわゆる金融の緩和っていうか、テパーリングですね、みたいなものがまたちょっと先延ばしされるんじゃないかなっていう予想が立って、また一時上げてきたんですね。でそこでインフラ投資法案に、仮想通貨税収計画っていうのがあってから、またちょっと下がってくると
でまたじわじわ下がってくるんですけども、最近になってマイクロステラジー社が決算報告で、BTC 今後も買い増しますよっていうようなファンダが出て、今現在に至るというふうなことなんですね。で、まあ、一応記事はこれぐらいなんですけども、今そこでですね、まあ、ファンダ的には今のところ、まあ、いいファンダ悪いファンダ出つつも、どちらかというといいファンダの方が多いかなというふうな感じです。で、今の記事だとビットコインを中心に話されてますけども、まあ、例えばイーサリアムなんかもアップデートの話だったり、まあ、結構高ファンダはあるかなというところで、相場分析も含めて話しますけども、何はともあれですね、この高ファンダとか言いつつですね、この上昇高値を作ってからのこの下降ラインっていうところを一瞬上抜けしたんですよね、ここ。まあ、これかなりね、これ、重要な動きだと思ってください。ここ一旦上抜けしたということは結構重要になってくると思います、今後。で、ここで、下がですね、ここで買い支えられるような形になるのであればですね、もう一度ね、試して上目指せるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ただ、こんだけのね、上昇を受けての感じを見るとですね、エリオット波動の1波、2波、あ、じゃあ1、2、3、4、5なんですよね。で、ここの5波っていうところを無視して、もう1段階、上抜けしたんですよね。で、考えるとかなりね、これね、どちらかというと上昇志向が、まあ、めちゃめちゃ高い動きになっているっていうのは、これ間違いないと思っております。はい。で、まあ、さっき言おうとしたところっていうのがですね、一旦は、でも、とは言いつつですね、一旦は、ちょっと深い調整があるかなと思います。で、その時に、重要になってくるのがですね、ここですね、この419万ラインっていうのがですね、めちゃめちゃここ効いてる線なんですよ。これちょっともうちょっとこう伸ばしてみたらわかるんですけど、はい。まあ、ここをサポートされてますし、ここら辺ではレジスタンスでサポートサポートっていう風にめちゃめちゃここ効いてるラインですので、ここをね一旦落ちてくるとですね、この上昇トレンドはまた一旦否定されて下を目指してくるっていう風なチャートにまたこの変わってくるのかなっていう風に思いますので、とにかく今ねめちゃめちゃ重要なところになってるんですね。重要な、場面ですねになってるわけですよ。で、今後、一応ですね、この1ヶ月足っていう月足ですね、月足が更新されたので、これをね、月足を見るんですけども、結構ね、大きな、まあまあ大きな大陽線で終えたんですね、今回。これが、まあかなり重要なとこで、下髭もきっちりつけて、で、底根は、319万円で底根揃えて、で、こんだけ、上がってきている。しかし、今は、コマを作っている状態ですので、こっからが勝負っていうところですね。こっから上を目指せるのか、下を目指せるのかっていうところで、まあ、チャートとしては上を目指しやすいのかなって思います。これなぜならば、やっぱりこのね、陽線がまあまあ大きなところまで出ているのでですね。で、まあ、一つの可能性としてはですね、一旦上げてくるんですけども、このね、最高値の700万を超えられずにダブルトップを描いていこう。はい。で、決算が結構相次いで、この後にですね、大きな下落っていう風な形は、まあ、全然あるのかなというふうに思います。過去の、チャートを見てもらったら、どういう感じかっていうとですね、これですね、第1回目のこのバブル期に起きたこの上昇なんですけども、これだけのね、今のこの大きな陽線ですね、こんな、反発っていうのはなかったんですよ。はい。もうたらたらとこうね、月足レベルで見ると落ちていくんですね。まあもちろん時間軸として1時間足とか4時間足ぐらいにすると、まあ反発はいくらかあったんですけども、月足レベルで見るとこういう反発はなかったと、いうふうになっておりますので、ここがですね、まあ、重要なとこかなと思います。まだねもう一段階上目指せるんじゃないかなというふうなのを、思わせるようなね、大きな上げになっておりますので、
これをどうね投資家たちが見るかっていうところが重要になってくると思います。うん、はい。で結果から言いますと、まあ、トレードに参加するっていうのはですね、今からこれ下げてくる可能性ありますので、一旦の調整を待つか、ここをしっかり上抜けてから乗っかっていくかっていう、もうこの2択ですよね。はい。で今買っていきたい方はですね、損切りラインを一旦ちょっと低めに構えて、450万円付近ですね、451万円付近とかですね、この辺あたりに設定することによって、まあ、ちょっとリスク軽減しながらトレードできる方はですね、まあ、全然いいんですけども、このモヤモヤ期間を一回下回ってくると、ね、一旦ちょっと少しね、強めの下落来る可能性あると思いますので、そこはしっかりとね見届けた上でトレードした方がいいかなというふうに思います。はい、はい、続きましてリップですね。はい、リップルも、まあ、じわじわ上げてきてるんですけども、トップからつけたこの下降ラインまではまだ距離が結構あるっていうところなんですね。はい。で今後の展開としましては、ここのね底値であるここのラインっていうところはやっぱ効いてくると思うんですね。一旦この辺でねサポートされておりますので、ここを上抜けしないことにはですね次の段階いけないっていうところで、88円付近っていうところがやっぱり次のねショートに入られやすいとこっていうふうに思いますので、まずはここを上抜けすることを大前提として、上抜けしたらですね、まあ、結構いい上昇波が来るんじゃないかなと思うんですけども、ここに向かうためにはまだ結構ねここのね大きな壁がありますので、例えばですね121円とかですね、その辺付近まで、行かないといけないし、その辺あたりっていうのはこの下降ラインとぶつかっちゃいますので、こうやってねここ付近がめちゃめちゃ重い展開になるのかなっていう風な、まあ、想定はできるわけですよ。はい。ってなると、今から上がってきても、まあ、直近だと88円、でここをぶち上げてくるのであれば、102円のラインも一旦ね結構注意されると思うんですけども、121円とか125円っていうところが、まあ、大きな壁になってきますので、そこまでの利益率でトレードしたいよという方はですね、まあ、トレード入ってもいいと思うんですけども、今すぐ入るかどうかって言われると、まあ、ビットコインも調整のターンに入る可能性があるのかなというふうな感じにも見えますし、上がってきてもこの、ね、88円の抵抗台で押される可能性ありますので、どちらかというと今は見といて、ここを上抜けするかそれとも下回ってくるかというところを見た上でトレードした方がいいというふうに思います。はい、はい、続きましてイーサリアムです。はい、イーサリアムは非常に強い動きになっていて、まあ、ここダブルボトムを形成して、まあ、ちゃんとこのネックラインも上抜けしっかりしましたよっていうところです。はい、で次見るとこって言ったらやっぱりね、結構ここ意識されているこのやっぱりね皆さんが言ってるこの32万円台、日本円にして32万円台のところっていうところを目指していくと思うんですけども、ここを上抜けできるかというと、まあそれはですね、もうこればっかりは、まあビットコインの値動きプラス、うまくね、このね、RSI 的にも押し目を作りつつ、上手にね、こうやってね、上に向かっていけるようなチャートが作れればいいんですけど、もう結構伸びきってるんですよね、これ見てもらっても分かる通り。一旦、こんだけね、出て、で一旦調整してまた上抜けして今、下に向かっているってとこなんで、もうちょっと下げてくるんじゃないかなって僕は思います。一旦もうちょっと下げてきて、ここら辺でうようよしながらまた上を目指すか、下底をね一回作るか、っていうところをまた演出すると思いますので、この今の場所で今上げ止まっているっていうのはですね、まあ一つのまあ、まあ何かのね、この、教えてくれているのかなというふうに思います。まあここのね、2つトップ作っている場所っていうのもありますし、なかなかね、上値が重い。で、50MA を見たらですね、こう通ってる、もうちょっと上の方で通ってるんですね。ですので、その辺を加味して考えると、まあ今入るというよりはですね、もうちょっと押し目を待つか、ここをねぶち上げるかっていうところを見ればいいと思います。まあ、ビットコインリップル似たようなね戦略にはなると思うんですけど、今はしっかりとした、方向性を見てから動く方がいいかなと思います。はい、今ちょっとね非常にね
長期で見たらまたここから上がっていってバブル再開みたいな可能性はあるんですけども、直近で見るとですね、一旦ちょっと深い調整が来るタイミングの可能性あるなと思ってるので、はい、まあ、要はこんだけ上がってこんだけ下落してるわけですね。でここからこう上がってからこんだけの下落で、今こんだけ上がってきたわけですよね。で今大きい陰線で終わったので、あと1回か2回ぐらいの陰線が続くんじゃないかなっていう風な想定ですよね、はい、これを跳ね抜けるぐらいの強いのが来たらですね、また別なんですけど、まあ、直近で見る限りそういった感じに見えるかなっていうところです。はい、もちろんですね、長期で見たら、長期というか、まあ、今年のね、年末にかけてで見たらですね、今の状態だけだと、まあ、全然上がっていく見込みがあるのかなっていうふうに思いますので、まあ、とにかく買い場を見つけていくっていうふうなところですね。はい。で、もちろん、損切りラインっていうのをですね、このボトムライン、このネックラインか、26万7000円付近っていうところは結構買い支えられる可能性ありますので、ここで損切りライン設定できるようであればですね、今から入っていくのもまあ全然いいかなというふうに思いますけども、それは皆さんの資金力だったりそういったのに関、まあ、それによってね、変わってくることだと思いますので、まあ自分の資金によって戦略を変えていけばいいというふうに思います。はい。で僕はもう玉はもうすべて、入れている状態で、まあ、今のところはですね、まあ、動かす気はないし、ここをねぶち上げてくる。でそれぞれ、ビットバンク、リップルに関してもですね、ぶち上げるような形っていうのが見えたらですね、また改めて買いますかどうかっていうのはまあ検討しようかなと思ってるっていう感じですかね。はい。はい、そんな感じです。はい、OMGコインです。OMG コインも順調に上げてきていて、結構強い上昇波が来ているんですね。前回言ってたのはここのモヤモヤ期間を脱出するためにはやっぱこの紫のラインである475円を上抜けないといけないねって言ってたんですけども、ここをやすやすと抜けてサポートに変わって横横した後ボーンとまた上げてきたっていうことですので、まあ、いよいよね直近の最高値っていうところは目指していけるんじゃないかなと思います。はい。でその前の抵抗体となるのがですね528円のラインですので、まあ、ここをまずは目指していくっていう形にはなるんですけど、まあ、今陰線が、まあ、1,2,3,4,4 回続いてきていて、まあまあ落ちて、まあ、調整をね、してきているなというところですので、ここから一旦上げてまた上値がね重くて落ちてくるって形になるとダブルトップみたいな形でここのネックライン割った瞬間ストーンと落ちて、まあ、ここら辺のモヤモヤ期間であるここでね、サポートされるみたいな、そういった想定ができるかなと思います。はい。でここがですねなかなかモヤモヤして、なかなか上げきれないっていうのが続いてしまうとさらにですねこの475円のところを下回ってくる可能性がありますので、そこは注意が必要かなというところです。はい。僕は今これ陽線で出つつありますけど、今入れるっていうよりはですね、もうちょっとこれもまた待った方がいいと思います。ちょうどね、まあ、リスクと利益の感じが、まあ、ちょうど半々ぐらいなんですよね。はい。落ちてくる可能性と上がってくる、落ちた時と上がった時の、次の抵抗体っていうところがね、上下、まあ、半々ぐらいの位置に位置しておりますので、まあ今はちょっと手つけたくないなというところだと思います。はい。で今ちょっとポンと上がりましたけども、これがね上がってきて、直近のここのね、519円を1回上抜けしてからまたたらたら落ちてくるようであればもう一度上抜けする可能性っていうのが出てくるんですけど、そこまではね、よく様子見しといた方がいいというふうに思います。はい。はい、じゃあ続きまして、NEM ですね。はい、ネムですね。ネムもですね、結構少し上げて、まあ、じわじわとですけど、上げてきてるんですね、こういう形で。で、まあ、このチャート的に見るとですね、僕が昨日言ってたこの直近の最高値ですね、この下落前の。ここ上抜けしたんですよね。はい、19.9 円付近。上抜けして20円一回突破したんですよ。だからこれは結構好評というか、まあ材料としてはいい材料になったんじゃないかなと思います。
でさすがにやっぱ20円のラインっていうところはですね、売り叩かれられるポイントになると思いますので、一旦調整あるんですけども、しっかりとですねもう一度挑戦して乗っかってくれればですね、まあ、全然まだ上を目指せるかなと思います。はい。でこの20円ラインっていうところをですね、これ ここの値を脱出できるような流れっていうのができればですね、いよいよ40円台っていうところですね、ここを目指していけるんですよ。やっぱここをね脱出することによって、で今ここを脱出できるかの瀬戸際に立っているっていうところですよね。はい。今ちょうどその、まあ、分岐点にいると思いますので、まあ、今がまあネムに関しては今が正念場かなと思います。でまあまあ悪くないチャートにはなっていると思いますし、今直近で見るとですね、日足レベルで見ると 1,2,3,4,5 回陽線が出ているというところで、まあ、結構ね強いね、直近でそのぐらいのね陽線が続いたことありませんので、まあ、どう考えても上昇のね、まあ、根強さがこう来ているというふうに思います。ただこれもビットコインとかに相関してのことだと思いますので、出来高がね今のようにこの少ないままだと、まあ、なかなか上値はね重い状態が続いて、どちらかというと上値が重い方がまあ勝ってしまうというふうになりますので、まあ、出来高がね入るか入らないかっていうところもまあ非常に大事になってくると思います。はい。で僕はですねこの 18.4 円付近ぐらいまではもう一度下げてくると思います、直近で言うと。ですのでもし買っていくのであれば、その辺ぐらいまで下げてきて、このボトムネックラインであるこのね直近の最高値だったところをぶち上げたんですけども、そこがサポートに変わると思いますので、それぐらいまでは落ちてくるのを待ってもいいと思いますし、もっとねビットコインとかがバーンって下がってくればまだ下がってくると思います。その時はここの、15.9 円、まあ、16円付近ですねっていうところも、まあ、目安になってきますので、そこは注意しておいた方がいいというふうに思います。はい、はい、じゃあ続きまして IOST です。はい、 IOST ですね。 IOST はもう僕がね解説していた通り、ここのね、ネックラインを上抜けしたらまあ飛んでいくよというふうに言っていて、まあ、一旦ね抜いたんですけども、やっぱりここね逆に抜いたら行くんですけども、かなり抵抗体にもなると思ってたので、ちょっと横してたんですね、ここで。横続いてたんですけども、一旦上抜けしたってことで、やっぱりね、買いが集まってくると思いましたので、今、ストーンとこうやってね、上がってきていると。結構急な角度でね、短期で見たら上がってきているっていう感じですので、まあ、結構いい相場かなと思います。ただ、今のところ、3円付近ですね。3円付近で、上げ止まって横が続いているっていう状態ですので、これがねどうなっていくかというところが、まあ、非常に大事で、で月足レベルで見るとですねかなりいいんですね。 1,2,3,4,5、月じゃないですね、日足ですね。 1,2,3,4,5、 5日間上げて3日間下げてからの今5日間、陽線が出ているという状態ですので、まあ、非常にね押し目作りながら上手に上がってきているなっていう感じだと思います。はい。でここから調整が入ったとしてもですね、一旦は 2.8 円付近のこのねネックラインというところがサポートされる価格帯になると思いますので、今から乗っかるのは全然ありかなと思います。損切りラインを 2.8 円付近に、価格をね、しっかり設定できるのであれば、まあ、全然怖くないチャートですよね。で上がってくるのであれば、まあ、この辺のモヤモヤ期間もありますけど、まあ、4円付近とか 3.9 円付近ですね、そういったところっていうのが次の抵抗帯にはなるんですけども、ただここを抜けた、影響力っていうのが結構強くなりますので、どちらかというと買い優勢になって、まあ、ロング目線がね強くなってくると思いますので、まあ、結構抜けてこう来る可能性あるかなと思います。はい。もちろんビットコインとかがねガーンって下げてきたら結構期間走ってまた下げる可能性あるんですけど、まあ、結構いい価格帯にいいチャートのね形状にはなってきてるんじゃないかなと思います。はい。まあ、僕が IOST どうしても買いたくて、買い場を探すのであれば僕今買うかなって思います。うん、今買うかな。うん、まあ、例えばですね、リスクがこんだけなんですよ。ここの価格帯と今の価格帯でしょ、こんだけの下げ率しかないですよね。
抵抗体としてはここで買い支えられる可能性が高いので、で直近の抵抗体っていうのがこの辺なんですよ。まあちょこれめっちゃね字がねビヨンってなるからちょっと分かりにくいんですけど、リスクがこんだけに対して、利益がこんだけあるわけですね。はい、ちょっと本当にちょっとバグってるんですけど、このね書くやつがね、はい、もう全然解説よくわからないと思うんですけども、でも言いたいことはわかるですよ。リスクがこんだけに対して利益の幅がこんだけ今のところ次の抵抗体としてはあるので、今から買っていくのはまあ全然想定できる話かなっていうところです。はい、まあそんな感じですかね。まあとりあえず月足も変わってですね、まあ波がちょっとどちらかというと上げ目線になっていて、まあ、もちろんテパーリングとかですね、次の悪いファンダとかですね、そういったのによっては全然変わってきますので、下げてきた時の損切りラインというのは、まあ、僕がねいつも動画で説明している通り必ず設定した上で、トレードに参加してみてくださいというところです。はい、はい、じゃあ続きましてパレットトークンです。はい、パレットトークンがねもうすごいですよね。僕はですね、4円の時と、まあ、今の価格帯がまず説明すると62円ですね、62.5、円になってるんですけども、4円の時とで23円ぐらいの時に買ってたんですよ。で、今に62円とかそんくらいでしょ。で、直近のですね、これすごいのが、94円ぐらいまで上がったんですかね。で、2回頭を試して、抜けきれなくて今ガーンと落ちてきているという状態ですので、まあ、結構ね強い、チャートになっていると思います。で、今こんだけね結構強く落ちてきてますので、まあ、一旦はちょっとね、すぐに上がるのは難しいかなというふうに思いますけども、勢いとしてはですね今ぐらいのところをまあまあまあ横横していくみたいな感じにはなるんじゃないかなと思います。はい、でパレットトークンのですねこのチャートがですね、これねまだね上場してからこの書けないんですよね。このほらこれ字を書けないのでちょっとこう書いて説明ができないんですけども、まあ、そこはね多分コインチェックの方が何かしら訂正してくれると思うんですけど、まあ、今後の値動きとしましては、まあ一旦ねその反発するところを探るっていうことになると思うんですけども、一旦この今のこの下げ止まった場所っていうのがここで横横していた場所っていう風なことになりますので、ここはね結構強い買い支えられる場所にはなるのかなという風に思います。59.3 円付近ですねが、まあ、次の価格帯になるのかなというところです。で今ね、まあ、結構下ヒゲつけて買われてきますけども、一旦上昇に向かう可能性は全然あって、直近の最高値のこの94円っていうところは結構ね強い抵抗体になってるみたいですので、もう一度ね売り叩かれるっていう風になればですね、これはねダブルトップの形を作ってネックライン60円付近を割ってくると、まあ結構強い下落も考えられるという風になりますけども、まあ、今のこのパレットトークンとあとビットコインとか他のね、仮想通貨の値動きっていうところを加味して考えると、まあ、どちらかというとここをね上抜けして次の段階行く可能性あるんじゃないかなと思います。まあ、ただねパレットトークンに関してはもう今が歴史を作ってるわけですね。他の通貨っていうのは過去の歴史とか過去のチャートの値動きっていうところを元に、話すことができるんですけども、パレットとかも今がもう挑戦なんですよ常に。今回つけた、このね94円の価格帯っていうのは、まあ、今後ねこうガン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 今から落ちてきたとしても、ここはね常に、今後ね見ていかれるこう価格帯になっていくと思うんですね。で直近で見てもここをまた上抜けするかっていうところの、話になってきますし、もうちょっと上いくと100円のところラインっていうところがですね、まあ、結構強くですね、みんなね見るところになるんじゃないかなと思います。はい、であとは企業のこのパレットトークンを発行するにあたって、タイアップしたその 企業側ですね、そこのファンダとかもですね、おいおい分かってくるんじゃないかなというふうに思いますので、それによっての値動きっていうのもまあどんどん出てくるかなというところです。はい、
で今はですね、まあ、これ買い場かなと思いますね。今、まあ、ちょっともう買われていってますけど、まあ、もしかしたらこの動画を出す頃にはちょっと遅いかもしれませんけど、ちょうどここで下げ止まってですね、反発するタイミングっていうところを見せてますので、今のここの価格帯は結構強いね、抵抗体になるんじゃないかな、サポートのねラインにはなるんじゃないかなと思います。この 59円付近ですね。はい。で、まあ、ここを下抜けたらもうちょっともう全力で一旦逃げるみたいな形でいいと思います。はい。でここでサポートされる限りは、まあ、全然買っていけるかなって思いますので、もし買いたい方はですね、まあ、いつも紹介してますけども、これコインチェックでしか買えませんので、コインチェックでね買いたい方はですね、今、買っといた方がいいかなというふうに思います。はい。で、まあ、コインチェックの、取引所は、まあ、概要欄に載せておりますので、ぜひね取引したいなっていう方は、まあ、してみてください。初日に 600% 上げてきたんですね。上昇率 600% ですよ。すごいですよね。でその後ですね、 3% ぐらいのまた上、一旦下落後、3% ぐらいの、上昇率だったのが、まあ、今日昨日で、150% ぐらいのまた上昇を見せておりますので、まあ、かなりね、かなり今すごいことになっているというところです。はい。まあ、皆さんも興味ある方は、まあ、要チェックしておいてください。ということで今日の相場分析もこの辺で終わりたいと思いますけども、先ほど、言った取引所、ビットバンクと、コインチェックっていうところを僕はいつもお勧めしております。数々の、取引所を使ってきましたけども、僕はこの2つが一番いいと思っておりまして、ビットバンクの方は手数料が安いというのと、差し値取引ができる、そしてアプリが使いやすいというところで、あとセキュリティが日本の取引所の中では最も強いと言われております。そしてもう一つがコインチェックですね。コインチェックは取り扱っている通貨の量が日本で最も多いというのと、あとはですね、ブロックチェーン技術とか、いろんな、ね、技術を用いて新しいサービスっていうものも結構、やっていこうという姿勢が見えますし、実際にもうサービスが行われているものもあります。で今さっき紹介したこのパレットトークンなんですけど、このパレットトークンなんかも IEO って言って、企業側とねタイアップして、こういうねトークンを発行するみたいな新しいサービスもやっておりますので、まあ、結構ね未来型の、そうですね、仮想通貨の未来っていうところをですね肌で感じたい方は、このコインチェックっていうところは、まあ、ぜひ登録した方がいいと思います。どちらも金融庁の認可を取っておりますし、まあ、口座を開設するだけだとタダで、無料でできますので、まあ、いざやりたいっていう時にすぐできるようにですね、登録したい方はこの2つ登録してみてください。概要欄に載せておきます。ということで今日の動画はこの辺で終わります。僕の動画が良かったと思う人はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではおつ